乃木坂46与田祐希、後輩へ、全力でできることをしたい理由、アイドル向いていないし辞めようとした過去、救われた存在語る、モノポリーインタビュー。乃木坂46が、12月6日に3、フォースシングル、モノポリーをリリース。モデルプレスでは3期生の与田祐希、23にインタビューを実施し、今作で W センターを務める4期生、遠藤さくらと、賀喜遥香への思いや過去に乗り越えた壁、さらには、今後の目標について聞いた。与田祐希、W センター遠藤さくら&、賀喜遥香への思い。選抜メンバー入りおめでとうございます。まずは、フォーメーションが発表された際の心境から教えてください。与田、賀喜と遠藤が新芽、シンメトリーの略。ステージで体になって、パートを担当することでパフォーマンスすることはこれまでにもありましたが、表題曲で W センターをするのは初めてなので、発表された時はやっと見られるんだ、という感覚でしたし、絶対に間違えないという安心感もありました。乃木坂46では、インフルエンサー、セブンティーンズシングルで、白石麻衣さんと西野七瀬さんが W センターをしていたり、私も逃げ水、18ンズシングルで、大園桃子さんと W センターをさせてもらったりと、歴代 W センター曲が多くあります。センターの二人が全逆のタイプだったり、すごく似ている部分があったりして、面白いですし、並んだ時にも、より花があると感じているので、今回二人の W センターと聞いた時も、きっと素敵な曲になるんだろうなと思いました。ご自身も W センターを経験している分、賀喜さんと遠藤さんの気持ちに共感することもありますか？与田、気持ちがわかる部分はありますし、汲み取れる部分も大きいです。自分が経験しているからこそ、できることはしたいなと思っています。逃げ水リリースから6年経った今だからこそ言えることや、客観的にアドバイスできることもありそうですね。与田、今振り返ると、当時の私はいっぱいいっぱいで、誰かを自分から頼るみたいなことも難しかったし、どうやって頼ったら良いかもわからなかった気がします。でも、周りには何も言わなくても助けてくださる先輩や、スタッフさん、同期がたくさんいました。今思うとすごくありがたい環境だったなと思いますが、当時の自分はそのことにも気がつけていなかったと思います。自分で乗り越えなきゃという気持ちが大きかったけど、結局は助けられてばっかりでした。だから、今4期生や5期生がセンターをしている姿を見ると、すごく頑張っているんだろうなと思います。当時の自分より、全然堂々としているし、すごいなと思う分、心配になることもありますね。私は今支える立場になってきているので、全力で自分ができることをしていきたいなと思っています。後輩に自分ができることをしてあげたいという気持ちが強くなったのは、1期生、2期生が全員卒業し、自分たちの気がグループの一番上になったことも大きいのでしょうか。与田、そうですね。自分がたくさん支えてもらった分、支えられてばっかりじゃダメだという気持ちももちろんありますし、やってもらって嬉しかったことは、誰かに返していかなきゃいけないとすごく思います。そのタイミングが今なのかなと感じています。与田祐希、優しく受け止めてもらってきた先輩への感謝語る。4期生、5期生の皆さんは今、過去に与田さんがぶつかったような壁に当たったり、同様の悩みを抱えたりしていると思います。ご自身の経験から、後輩へアドバイスをすることもあるのでしょうか。与田、相談をしてくれることはあるのですが、これが絶対に正しいということはあまり言わないようにしています。
そうやって頼ってもらえるのはすごく嬉しいことだし、答えたいなとは思うけれど、私は全て自分が正しいとは思わないし、こうなってほしいとも思っていないので。明確な答えがあるとするならば言いますが、自分が決めてしまうのは良くないと思うから、もし私だったらこうするかなと自分の中の選択肢を伝えることを心がけています。アドバイスをするというよりも、話を聞いて一緒に解決していくということが多いんですね。依田さん自身も先輩方から同じように悩みを聞いてもらっていたのでしょうか。依田先輩方からは温かい言葉をたくさんかけてもらってきました。活動をする中で何度も心が折れそうになったり、アイドル向いていないし辞めようと思ったりしたこともあるけど、そういう時も優しく受け止めてくれて、背中を押してくださって。勝手に私が救われているだけなのかもしれないし、先輩方にとっては普通のことだったのかもしれませんが、私はそれで救われてきたから。難しいことだけど、後輩にも同じようなことをしてあげたいなと思っています。依田祐希が悲しみを乗り越えた方法。モデルプレスの読者の中には、今、様々な不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、依田さんがこれまでの人生の中で悲しみを乗り越えた方法を教えてください。依田、悲しいことは悪いことのような気もしますが、その出来事があったからこそ得られたものに目を向けるようにしています。悲しいことがあったからこそ強くなれるかもしれないし、誰かの支えを感じられるかもしれないし、すごく難しいことではありますが、前向きに捉えることも大切にしています。依田さんは壁にぶつかったら、その日中に解消できるタイプですか？依田、全然そんなことはなくて、未だに乗り越えられない出来事もありますし、引きずっちゃうようなこともあります。でも、そこばかりを見ないで、そういう時に助けてくれた人や救われた言葉をちゃんと覚えていたいなと思っています。素敵な考え方ですね。普段、気分転換をしたい時はどんなことをしていますか？依田、人と喋ることが多いですね。家族や友達など、近くにいる心から大切な人を大事にしています。依田祐希、今後の目標は？最後に、依田さんの今後の目標や夢を教えてください。依田、毎年具体的な目標は立てていないんですけど、1年後の今頃、良い1年だったなと言えるように過ごすことが、今の目標です。ざっくりはしていますが、乃木坂46にいるうちは、去年より良かったな、と、毎年思えるようにしたいです。